小倉義彦は、日本の実業家元クレアモントキャピタルホールディング、株式会社代表取締役。兵庫県神戸市生まれ。愛好中学校、高等学校を経て、1985年3月、一橋大学法学部卒業。大学在学中に公認会計士試験に合格。1985年4月の村証券株式、会社入社。 1986年2月、JP モルガン入社。イエール大学大学院修了。修士後取得。1995年、グレナダに本社を置く、投資銀行、ファースト、ノーザンバンクトラストリミテッドの日本拠点である、ファーストノーザンファイナンスの代表取締役として、山吉証券の10億円余りの、第三者割り当て増資を引き受けると発表、メディアの注目を受ける。 しかし実際には、山吉証券の財務書表に問題があったとして、払い込みを行わなかった。その後、山吉証券は、古層以外に出資者を見つけられず会社構成法を申請する。投資顧問会社、株式会社、東京アソーシエーテッドキャピタル取締役を経て、1996年12月、投資会社、ロスチャイルドキャピタルホールディング株式会社を設立。 同社代表取締役として、次々に企業買収を進め、株都庁の風雲児、若き M&A の機種などと呼ばれるようになる。小渕恵三、矢野綾成、寺沢義浦政治家との関係もあったとみられ、いくつかの報道で報じられた。高田マインの経済小説、臨列の中の純主人公、古賀氏のモデルでもある。ありがとうございます。